こんばんは。こんばんは。2月16日第225回しゃべくり松代です。今日は、昼間は本当に暖かな日差しが差し込んでおりましたけれども、まだまだ、寒さの残る信州です。昨年昨日今日あたりは本当に大雪でとても大変だったことを思い出します。そうは言いましても、もう2月の中旬になりました。町の中ではいよいよ3月に向けて、実は松代町ではおひな祭りの準備が始まっています。それでは今日のゲストをご紹介いたします。松代でひな祭りの実行委員長の佐藤正次郎さん。こんばんは。事務局の半田博子さん。こんばんは。同じく事務局の松浦文子さんです。よろしくお願いいたします。それでは最初に、佐藤さんの方から今回の第13回の松代でひな祭りについて、主なところをご紹介いただきたいと思います。はい、こんばんは。今ただいま紹介に預かりました佐藤でございます。今回で13回目を迎える松代でひな祭り、松代の住民自治協議会様はじめいろいろな各種団体のご協力いただきまして、13回目を迎えることができました。3月1日から4月3日間の約1ヶ月間松代で90箇所のおひな様を展示いたしまして、皆様をお迎えしたいと思っております。3月1日はオープニングと合わせて流しびな、それからいろいろなこれから紹介されると思いますけども、イベントがございます。それでまあこの期間を通じましてスタンプラリーっていうおひな様を巡っていただいて楽しんでいただける、そういう行事もございますので、皆様楽しんでいただけたらと思います。展示会場およそ90箇所ということですけれども、どんなところに展示されるんでしょうか。はい、文化財の施設とか、公共施設、それから各商店などに、90箇所、まあ、正確にはちょっとわからないんですけど90何箇所ですけども。そうですね、はいはい、例年本当に商店の皆さんや、それから文化財のところは文化財ボランティアが、それからその他いろいろな公共施設等はボランティアの皆さんがおひな様を飾ってくれます。それで先ほどスタンプラリーのお話が出ましたけれども、かつてと違いまして去年からスタンプラリーの方法が変わって、今年も昨年と同様でしょうか。はい、はい、どんなふうに、集めてスタンプを集めていただいたらよろしいんでしょうか。はい、真っ白は真田十万石の城下町ですので、はい、六門線ということで、スタンプを6つ集めていただきたいんですけれども、そのスタンプの2箇所は公共の施設のスタンプを集めていただいて、6つ集めたら真っ白町歩きセンターと、樋口家住宅ですかね、はい、そうです、そちらの方に抽選箱がございますので、そこへ申し抽選を箱に入れていただいて、はい、まあ、最高は5000円セットの、真っ白の産物を、景品として皆様に、お送りするわけですね。はい、期間が終了してから抽選をするということですね。はい、はい、かつてはその歩いてすぐそのまま町歩きセンターで抽選ができたんですが、昨年からそのようになりました。まあ、でもそれもとっても楽しみかなと思いますので、大勢の方にね巡っていただきたいと思います。はい、はい、それでは先ほども出ておりました3月1日に行われる流しびなについて半田さんの方からお願いいたします。いたします。流しびなも、ひな祭りの、もうお決まりの、名物となっておりますけど、今映っておりますけれども、こういったお子様の成長をこう願う、儀式というかをやりますので、ぜひお出かけください。では詳しい日程とスケジュールをお話しします。3月1日の日曜日、場所は、松代町にある増山神社です。こちら、事前に流しびなを持って作ってた方は10時15分からなんですけれども、9時半から、折り紙の方で
流し舟を作れますので、お集まりください。そして10時15分から本殿の前でオカリナサークルのカッコさんの演奏で始まりまして、10時半からはお子さん方には本殿の中に入っていただいて神主さんにお祓いをしていただきます。でその後10時50分から歌を歌って、皆さんとお雛様の歌を歌ってお話を聞いて、11時から入った時に整理券をお渡ししますので、順番に並んでいただいて、象山神社の東側にある竹山川にお雛様を流していただきます。終わった後はお楽しみということで、象山神社の知恵餅とこういったボランティアさんが今作ってくださっているかわいいお雛様のこんな飾りと、それからあと甘酒のサービスもご用意しておりますので、最後までゆっくりお楽しみください。それから小学校の低学年以下の方はぜひ保護者の方をと一緒に来てください。あと大人の方でも流していただけますので、ぜひお願いいたします。そうですね、で駐車場が狭いですね。ですから、はい、ぜひお近くの方は歩いて、それから遠くの方も少し遠くに駐車場ありますので、そちら止めていただくっていうことがいいですかね。はい、はい、流し舟もとても好評な、毎年大勢の方が集まってくださる催し物です。それではもう一つ、やっぱり毎年やっていてとても好評な布のミニひな作りについて松浦さんの方からお願いします。はい、これが今年のミニひな作り の完成したものです。これを作るようになります。とても可愛いので皆さん期待しててください。日にちが3月7日の土曜日、1時半からです。で場所が鍛冶町公民館で、参加費が500円になります。持ち物は、針、糸、ハサミ、物差しを持ってきていただきたいです。それから会場がちょっと分かりづらい方は、1時までにここの町歩きセンターに来ていただいて、皆さんと鍛冶町公民館までご案内いたします。以上です。はい、このミニひなも毎年指導してくださる松下さん、はい、毎年今年はどんなものにしようかってとっても悩んで、でも今年もとっても可愛いおひな様ですのでね、大勢の方に来ていただきたいなというふうに思っています。これはやっぱり材料の揃えることが必要ですので、事前申し込みをぜひお願いしたいと思います。大勢の皆さんね、はい、余裕がありますので、はい、ぜひ申し込んでください。そうですね、はい、はい、その他にもいろいろな催し物があるんですけれども、その催し物について、半田さんの方からお願いいたします。はい、はい、エコールド松代クラブでは毎年、松代写真コンテストというのを行っておりまして、2月の1日から、町内を巡回して作品展をやっております。で、ひな祭り期間もちょうどおひな様を飾っている会場でも写真展を行われておりますので、ぜひお出かけください。ちょっと会場の方を、ご紹介します。現在、2月の17日からなんですけれども、新州、だから明日からですね、はい、そうだ、すみません、明日から新州松代ロイヤルホテルで2月の28日まで、展示しております。その後3月1日から15日までが旧樋口家住宅、その後3月16日から31日は山寺定山邸、4月1日から15日までは旧前島家住宅ということで、どんどん循環しておりますので、ぜひ写真とおひな様をご覧にお出かけください。そうですね、はいはい、前島家住宅ではね、今年も町に残る古いおひな様をなるべく展示しようということでやっていますね。で、ぜひそんなところも見ていただければと思います。その他はどうでしょうか。あと、ひな祭りミニコンサートということで、これも毎年やってるんですけれども、今年は2日連続ということでちょっと豪華にやろうと思います。
1日目の方が3月14日土曜日1時半からこちらの松代町歩きセンターの隣にある伝承館の方で、ハーモニカとハンドベルを、それから次の日の15日の日曜日同じく1時半から今度はあの真田公園の南側にあります旧樋口家住宅さんの方でアンサンブル座奏曲松代の演奏と民話の紙芝居ということで楽しんでいただこうと思います。それからあの先ほど申しましたあの、前島家住宅さんの方でひな祭り演芸会ということでこれも本当に毎年やってるんですけれども三味線と、オカリナの演奏とあと落語戦歌ということで、そんな楽しいひとときも、予定しております。こちらは3月22日の日曜日1時半から前島家住宅ということでお願いいたします。はい、それからいいですかね。はい、あともう一つ、信州松代当選郷選手権大会というのが、こちらは3月15日の日曜日、1時半から大英寺の新都会館の方で行われます。こちらは、お申し込みをしていただきまして、参加費も1000円ということになっておりますけれども、扇子であの的を当てるというあの初心者でもできるんだけれどもなかなか奥が深いあの楽しい遊びですのでこちらのぜひ皆さんあのふるってご参加ください。はい、私からは以上です。はい、はい、その他にも催し物がございます。着物でひなめぐり、それについてじゃあ佐藤さんの方からお願いします。はい、ひな祭りは女の子のお祭りですね。その女の子のお祭りでお稲さんが真っ白に90箇所余りこう展示されるそういうあのお雛さんを見にあの真っ白は着物が一番よく似合う町ですのでぜひあのタンスに入っている着物を虫干しがてら着ていただきまして真田宝物館に、3月28日の土曜日、10時に集合していただきまして、まあ、会費は500円ということなんですけどもそこで今あの写真とかそれから宝物館入る、入場料ですねそれを含めての500円ですので、真田宝物館では去年は大きなその享保美男が展示されましたけどもお聞きしましたら去年とまた違ったお雛様を展示するっていうお話を聞きましたものであの去年も26名ほどの参加をいただきました。みんな本当に喜んでいただきましたのでぜひ、また参加していただきたいと思っております。はい、3月28日なんですけれども、その日はあの翌日善光寺への松代からの江光柱の奉納がありますけれどその前日ということで前日祭があの松代城の二の丸で行われると聞いておりますね。はい、あのお雛様を巡った後はそちらの方へも足を運んでいただけるといいですね。そうですね。はい、で、今ちょっと江光柱のお話が出ましたのでその翌日の江光柱の奉納のことをちょっとお話ししたいと思います。3月29日朝7時50分に、真田公園の南側から出発いたしまして町内を巡回しましてそして松代駅からあのバスで移動いたしまして長野の方へ参りまして中央通りを、ずっとお昼12時15分ごろから末広町の交差点から善光寺に向けて、行列が行われます。で最後はあの善光寺の山門のところで奉納をして、皆様に真田節のご披露などをいたしましてということで一日の行事になります。その前日祭が28日に行われますのでそちらのひな祭りと合わせてそちらもお楽しみいただければというふうに思っています。ひな祭り3月1日から4月3日いよいよこう春らしい催し物になってくるんですけれども、昨年とちょっと違ってぜひあの今年はお天気
に恵まれて、あんな大雪にならないでほしいっていうのが今願いですね。はい、それで一人でも大勢の皆さんにおいでいただいて、松代ならではの須坂のように大きな三重段とかそんなことはできませんけれども、小さな規模ですが、それぞれ商店でもご自分のお宅の古いおひな様を飾ってくださったり、いろんな工夫をしていただいていますので、楽しんでいただけると思います。それでは今日は第13回松代でひな祭りにつきまして、実行委員長の佐藤さん、それから事務局の半田さん、松浦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。マガラスもお話あったけども、去年雪だったね。雪、ちゃんと。そう、大雪。大雪でね、大変だったんですよね。今年ね、今マガラスさんもおっしゃったけどね、天気ね、良ければいいですよね。そうですね。ということで、はい、来週の予告の前にお知らせ。はい、前も言いましたけどね、はい、町ゼミ、これはまだね、28日までやっておりまして、はい、この中でね、やっぱりまだいろんなところが募集をかけていますので、はい、28日までさんの中で選んでいただいてですね、ぜひ参加していただければなというふうに思います。まあね、地元の商店主の方とのコミュニケーションの場っていうのでね、こういったものを使っていただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで来週ですね、はい、来週は宮坂さんですね。あ、私ですね、はい、何をやるの。あ、しゃべくりますよ。どういうお話を内容ね、はい、そう、これも松戸で、ね、いや、声小さくなっちゃった。いや、ちょっと今ね、忘れちゃって、荒町にお住まいの、荒町が出たから、宮崎さんがおいでいただきまして、はい、松戸の活性化、うん、この間ね、ちょっとね、お話伺ったら、ね、なんか、その挨拶をすればね、活性化する、うん、はい、朝おはようございます、こんにちは、こんばんは、ということでね、その、挨拶の抵抗が大切やとかね、おっしゃってましたね。そう、まあ、そんなような話から、いろいろお話いただけるじゃないですか、そんなふうに思っております。わかりました。はい。はい、じゃあそういうことでね、はい、ということでね、はい、はい、挨拶が基本ですって、と思いますね。わかりやすい、はい、そういう話がね、ということで、はい、はい、来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。